ようございます。なんかすごい前髪浮いてる今日おはん、かっちゃんさんかわいい、ひらちゃん風呂敷ありがとうございますおはようございます。ガッシーさん、何だっけ、水も滴るカエル、ありがとうございます。スタバ飲んでんの朝から、いいな。俺は最近スタバ飲んでへん。キッチンさんかわいい、チーさん花束ありがとう。お仕事行ってきます、いってらっしゃい。秋春さんありがとうございます水したがえるってなんか今日前髪浮いてる、なんかもそう、今日はチーム K のリセット公演です。研究生みんな出ます。足引っ張らないように頑張ります、みんなで。マクドも全然食べてない最近サイジェント戦、あ、いいねその意気込み蘭ちゃんの声聞けるの、え、あ、そんないい声じゃないで全さん、あ、ソラのファンの人、あ、でもよくソラの配信で聞くかも、全さん、なんか最後のあれでランキング水したがえる、ありがとうございますそう、サオリンも出ます。最後かな、いやどうだろう、わかんない。ひろきさんハートありがとう。かずひろさんもガンダムね、今日めっちゃ暑いらしい、大役昨日寝すぎたかも。でそれで昨日の夜も普通にちゃんと寝たからさ、健康的に寝すぎて、すごい顔がすごいなんかパンパン。部長さんハート、大仙くん水したがえる、ありがとうございます。うん、めっちゃ暑いって今日、半袖で行こうかな。でも焼けるのまだね、いつものあれを買ってない、なんか売ってなくて、あの SPF30 のやつ使ってるんですけど、売ってなくて、なかなかそれが、うん、今日黒目が大きい、え、マジで、やった、なんか黒目ちっちゃいの嫌、まあ、ちっちゃくはないんやけど、黒目大きい人好きやから、やった、ほんまに嬉しい。4月、うん、あ、4月じゃなくて4日前にランちゃん劇場で見た、なったら待って、リナのにもウーロスってる、うん、暑すぎて夏やっていける気がしない、いやそれなら夏大嫌い、大嫌いとか言ったらダメ夏が一番苦手、四季の中じゃ。ランは10月、秋が一番好き。服も一番可愛いし、服、長袖、ラン、秋冬の服が好きやから、年間通して。うん。やしな、結構汗かく系やから、なんか、夏はね、あれ嫌ですね。
まちゃん、お誕生日あるから、いやと、まあそれもあるかもしれんけど、普通に気温的に秋が一番好き。春もちょっと暑いし、なんかなんやろ、新しいシーズンって感じやから、あんま好きじゃない。なんか好きやけど、なんかなんやろ、新学期感あるやん春って。だからなんかいろいろ気が張るから、ちょうど慣れてくる秋ぐらいが一番好き。冬はちょっとまあ寒いかな。またパジャドラ入りたい。ああ、もうぜひ待ってます。シーズン呼び、ちょっとぐらいカッコつけさせてよ。桜、まあね、桜は綺麗やけど、もうすぐ散っちゃうじゃん。去年じゃ、今年の春もさ、桜見に行きたいとか言ってたの、結局なんか時間っていうかタイミング合わんくて行けなかったんだけど。ひらちゃん、水従える。そうね、冷えピタ最近熱じゃない時も持ち歩くようにしてる。バックダンサーの時とかはすごい冷えピタ活用しますね。うん、マミ様、あなたはありがとうございます。バックダンサーみたいな手の針で、ね、忙しいな。またいっぱい見に来てください。喋り方とかすべてがツボ。え、ほんまに？よかった。ありがとう。うん。シロタン、ハートと音符、ありがとう。冷えピタめっちゃ張るよ。それな、梅雨あんまりランも好きじゃない。去年、そうね、去年の夏もレッスンと修行中だらけやった。今頃はちょうどあれかな、修行中が始まって1ヶ月経ったよみたいな感じかな、去年の今頃。うん、釣り日焼けしたくないからあんま好きじゃない。だから海も好きなんやけど、水族館とか大好きなんですけどね、なんかプール派なん、海も好きや、好きよ、好きなんだけども、あのしょ、海さ、海ってなんか泳がれへんよ。じゃあ何やろ、なんか言い方難しいの、なんか塩が無理、顔つけて泳がれへん、海しょっぱいから。いやマジ2日に1回ペースで修行中があったから、今考えたらすごいことだなって思いますね。最近パジャドラも1ヶ月じゃないわ、1週間に1回あるかみたいな感じなんで。うん、部長さんと佐藤ちゃん、帰るか、ありがとうございます。そう、あ、そうそう、カーもおるから嫌ですね。虫が、蜂おるから嫌や、蜂は嫌。バナナボートやったら琵琶湖行く。琵琶湖でランバナナボート一回やった、バナナやったかどうか忘れたけど、なんかそっち系のボート系やった。琵琶湖はいいよ、めっちゃ魚とかおるけど塩じゃないから。ランの生誕祭まで声投げんの、そんなランの生誕にかけてくれてんの。うん、ドラさんの初めての生誕、あーチャケ6月28、そう、なんかママがあのドッグトレーナーしてて、それね、あのその界隈ってなんか言い方あれば違うかな、そのお友達同士とかで琵琶湖犬連れて行ってて、それにランもついて行ってたから、なんか3回ぐらい行った。
星集め来ました。あ、こんにちは、どうぞ持ってってあや、あやのチョコさん、チーム K 研究生の小林蘭といいます。分かったら覚えてください。うん、泳いだよ、めっちゃしっかり泳いだ。外騒がしいな。うん、オファチョリース、今日はリセットだから、もう今日はね、まあパフォーマンスはもちろんなんですけど、 MC がこの間ちょっとあれだったんで、 MC をしっかり、まだお題とかは決まってないんだけども、まあ、自己紹介 MC は別に自分のだけの話だから全然あれなんですけど、ちょっとね、先輩に迷惑かけないように今日はちょっと MC を頑張ろうと前の稽古園から決めてましたので、ちょっと頑張ります。 MC 頑張れって言っても、まあそんな急に頑張れることもないんですけどなんとランチ行きたい、ちょっと欠けてるふ今年の夏休みか、特に決めてないけどって感じそうね、なんかね、あれなのよ、なんかまあ緊張ももちろんするんですけど、なんか好きやね先輩がそうだから、なんかね、緊張っていうかな、まあ緊張もすんねんけど、うんよけんだい作戦さん、かわいい、ありがとうございます。あ、コキンくんも、なあさん、だるま、ありがとう。山屋の明太子食べ放題、そんなんあんの？明太子食べたことない。うん、美味しそう。なんかね、明太なんちゃらとか食べたことあるんやけど、明太子自体はなん食べたことない。え、そんな驚かれるそんな驚かれると思わなかったんけど、全然食べたことない。あ、そうそう、明太パスタとかある、そういうのはあるけどね、単体は食べたことない。あ、うん、じゃがりこは美味しい。あと、おとといも、お弁、昨日やったっけ？おとといか。あの、お弁当で明太ポテトサラダみたいなの出て、それ超美味しかった。福岡の握手の時食べへんかった。別に出へんかった。ゆずちゃん、ハゲナス食べたことないの？あら、でもね、買ってあげるとか言ってもアイスって溶けるからね辛子明太子、あー、それら絶対無理やら。うん、あー、そう、めんべいね、あの、初めてこの間握手会で博多行く、博多って言われる、あの、小倉行くってなった時に、あの、なんか、そのめんべいいいよみたいな、おすすめみたいな言われて買おうと思ったけど、そんな時間なくて、そんな時間っていうか、なんか、まあ、忘れてたのもあるけど、普通になんか割といつも結構そういう時間ないのよね、いつもだから買われへんかった。あ、ゆとちゃんの言うことだから本当か分かる、そうね、すぐ嘘つくから、マジでなんか先輩とかにも平気で嘘ついたりするからさ、うん、怖い
新幹線の駅に、いやでもそうね、なんかそんなにね見る暇がなかったの。普通に空港に行って、そうね、じゃあなかった。じゃ通りもんは帰ってんけど、そのとなんかほんまに空港のマジでちっちゃいなんか販売みたいなとこ行ったから、うん、まあ面白いからいいんやけど、なんかそうね、ええみたいな、なんか誤解されるようなことちょろっと言っちゃうからそれが怖い。普通に、ね、冗談だけでちょっとそれはやめていただきたいなと思う。そう、別になんかどらさないで言うんやったら別にいいけどって感じかな。すすめのセンター、センター、あ、1位ってこと。そういうことね、ありがとう。おはー、千葉県さん、ハートとひよこさん、バラありがとうございます。三大おいしいお目がしたあ、マジでもね、通りもん食べた思ったことが、ミルクまんじゅうもおいしいよってこと。大阪のミルクまんじゅう月化粧っていうやつもあるんですけど、それと味似てるんやけど、まあ通りもんの方が生地がちょっとしっかりしてる感じかなって感じ。どっちもおいしい。通りもん好きな人はそっちもぜひに、あ、充電切れちゃった。切れたっていうか 20% になってもうた。だから北海道は行ったことあるんやん。北海道はね3回ぐらい、あの2年に1回3回じゃん3回か2年に1回ねスキー行ってて家族で、でいつも北海道行ってたから北海道行ったことあるんですよね。赤いでしょこれ。うん、家の充電器壊れてて、家に携帯がいっぱいあるから、いい充電器をすぐ他の携帯に取られるのよ。だからあの充電器壊れてて、なんか挿してなんか充電できましたとか言うのに、なんか次見たら次てないみたいな。寝るときそばに携帯置いてたい人で、そこに充電器がないからすぐ充電なくなる。寝る前とかも携帯触ったりする。あ、そう、トマム。トマムと、何やったっけ、トマム2回行って、その、なんか1年目トマム行って、2年目どっか行って、3年目トマム行って、2年目やからどこ行ったかちょっと忘れちゃったな。どこ行ったっけ、ニセコ、それは違う。どこ行ったっけ、ルスツ、違うな。どこやろ、忘れた名前。もう、結構5年ぐらい、もう5年以上前か。5年ぐらい。キロロ、違うな。カタカナやった、カタカナ何やったっけな。だからトマムの印象が強すぎて、間の都市何言ったか忘れる、いつも。観光はしてないな、ニセコじゃない。めっちゃみんなニセコ好きやん。ニセコじゃないの、何やったっけ、忘れたな。うん、フラの違う、全部違うやん。カニが美味しかった、カニ食べたのと、あとはなんかあのアイスっていうか、なんか何やろ、アイスが置いてて、それがめっちゃ美味しかった。カタカナやったの。そう、めっちゃで、なんかバターが置いてて、なんかち
らバター好きで、そのバターが美味しかったのよ、すごい、あのパンとかにつけたんやけど、でそのバター15個ぐらい持って帰って、そのスキーから帰ってきた1週間ぐらいずっと家の冷蔵庫にあった。ルスツ違う、あルスツ、え、いやなんかもう違うとかも言われへんぐらいあんま覚えてない名前なんだけど、スキー何級、何級とか分かんない、何級でもなんか初めそのなんやろ、その教室みたいに入ってやったやったじゃ、なんか意外となんか上手かったらしくて、上級者コース行ったらってなんかスキーの人に言われて、で行って、で上級者のとこ行ったんやけど、あの急すぎてめっちゃやばかったっていう話だから、中級なんか普通コースを普通に滑れるってぐらいのレベル。そう、運動神経はまあ悪くはないかなって感じ。そうやで、もう小学校まだ多分3年生とかやで。それで上級者よく生かしたよなって感じ。しかもな、一人で行って。めっちゃ怖かったもん。他の人はなんかもうスキーをそのスポーツとしてやってる人みたいな人ばっかで、その中でいやもう怖いわ怖い、もうこけてばっかやったもん。だからもうめっちゃ気張って滑ってたから、中級コースぐらいが楽しく滑れた。間違えて自分は初めてで行ったのはやばい。うん、でもなスノボやったことないからスノボやってみたいなって思ってます。うん、ママがスノボやってて、ランスキーやっててさ、ランキングやも、昨日さ何やったっけな、なんかのコメント読んだ瞬間に終わったよな、ごめん。よし、なんか長い毛一本あんねんけど、ランキング読みます。13位山本くん、12位コウさん、11位クッツン、10位エデンさん、9位マミさん、8位ヒラちゃん、7位部長さん、6位ガッシーさん、5位トンスケさん、4位シンさん、3位ケンタさん、うわ、13位コウさん、12位クッツンさん、11位エデンさん、10位マミさん、9位ヒラちゃん、8位山本くん、7位ガッシーさん、6位トンスケさん、5位カッケンタさん、4位カッツンさん、3位シンさん、2位ひよこさん、1位部長さんです。はい、ありがとうございます。プーさん、カエルありがとう。キッチンさんもかわいい、ありがとうございます。変わる前1位やった人もおめでとうございます。うん、はい、じゃあラッキーラジャーはこの人、おチンアナゴ、チンアナゴ、です。好きな数字3つ、3つって何、1、スノボ両足板についてるか無理、スキーも一緒じゃね。でもね、スノボなんかで怖いよね、一枚の板ってことかな。うん、急
今日は狙っていて、特に別にいつも狙ってる、誰を狙うん、いつも狙ってるって別に適当に押してる。狙うって何、誰を狙ってんの狙ってないよ特にはい、今日はリセット公演です、イエーイ。頑張ります。よかったらオンデマンドで見てください。2831人、ありがとうございました。イエーイ、バイバイ、バイバイ。